安住たちは田んぼに落ちそうになった男を助けた縁で祝言の席に呼ばれることとなった。賑やかな雰囲気をしばし楽しむ安住たち。だがその祝言の席に野伏の大軍が現れる。暴虐の限りを尽くす野伏たち。そして安住は祝言の花嫁とその父が切り殺されるのを目撃する。使命以外で武術を使うな。その侍儀の言いつけを破り、怒りと悲しみが爆発した安住は野伏に刀を振るう。Yeah!
全てのノブセリを切り殺したアズミ、やむなくジジは生き残った者たちに、死にたくなければ公言するな、メイドまで持っていくことだと迫った。アズミは激しく後悔していた。もっと自分が早く動いていれば助けられたのにと。その場を立ち去るその瞬間までずっと謝罪の言葉を言い続ける。その言葉が届いたのか、立ち去るアズミたちを子供は見送ってくれた。アズミは駒を投げ、垣根の上で回す。アズミたちの姿が見えなくなるまで、その駒は回り続けていた。